メディアを再生するブラック・ライトシアター・ヒルト、手を通るコイデコア・フィルム・ドリーム、ウェブ・オブ・リス・ブラック・ライトシアター・ブラック・ライトシアター・ヒルト、フロム・ザ・ショー・ザ・ペインテッド・ワールド・ブラック・ライトシアター、または、ブラック・シアターは、ブラック・ライトのイリュージョンによって増大された、ブラック・ボックス・シアターの仕様を特徴とする演劇パフォーマンススタイル。ブラック・ライトシアターのパフォーマンススタイルは、 世界中の多くの場所で見られるかもしれないが、これを使う多くの劇場があるプラハの名物になった。複雑な視覚的イリュージョンを作るための傾向性の衣装と体になった黒幕、クライステージブラックライティングの仕様が特徴である。このブラックキャビネット技術はジョルジュ・メディエスやコンスタンチン・スタニスラフスキーが使っており、それがパフォーマーたちの表現に富むダンス、パントマイム、 アクロバットの技巧と体になり、注目に値するスペクタクルを可能にする。セオドアホイデクアクロン劇場、モダンブラックシアターは劇場ヒルトで表される。ありがとうございます。